はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイキブログです。ということで今日は週末なんでね、花見に来ました。はい、後ろにも見えると思うけどめっちゃ咲いてる。もう今はピークなんだろうね。なんか今日は、名古屋の有名な桜スポットに行く、鶴間公園に来ました。イエーイ。今日初めて鶴間公園に来ました。鶴間公園って桜の花見ですごい有名で、出店とかもね、本当は毎年すごい出てるんだけど、今年はコロナの自粛でね、なんもない、なんもないけど、人はちらほらいます。まあでもちらほらいると、めちゃくちゃ混んでると全然違う。まあでもこれぐらいのがね、見やすいかもしれないね。そうだね。あと意外とブルーシート引いて、なんか宴会みたいなしてる人もたまにいる。でも多分比べ物にならない。はい、今日の天気なんですけど、なんかもう見えると思うけど、ちょっと全然花見の天気じゃない。曇りだし、ちょっと暗い。そう、写真もそんなに綺麗に撮れないけど、まあ今週末行かないともう終わっちゃうって感じだね。半年ぐらい名古屋に住んでるけど、鶴間公園は初めて。見てこれ、レナの後ろ、あれ梅じゃない？桜かな。あ、しだれ桜。これ鶴間公園なんだけど、今こっちにいる。行きたいのがあっち。桜がめっちゃ綺麗らしい。なんか、あ、団子売ってるじゃん。団子欲しいの？かわいいワンちゃん。レナはママチャリに乗ってます。名古屋でママチャリの金髪の人を見つけたら、多分それはね、レナです。これからどこ行きますか？あそこ、鶴舞公園の端っこにある、なんだっけ、古墳。古墳って何か知ってんの？桜山古墳。問題です。古墳とは何でしょう？私に？あ、私はそういうこと知ってるよ、もちろん。お墓。おお、すごいじゃん。私は、ツアーガイドです。一旦ママチャリ置きましょうか。ええ、その方が簡単に取れる。わあ、綺麗。超綺麗だよ。中に入りたいけどね。これね、今古墳が真ん中にあって、古墳の周りに桜の木がザーッと植えられてて、すごい綺麗。すごい。はい、情報見つけました。やっぱり八幡山古墳ということで、情報は以上です。じゃなくて、東海エリアに最も大きい古墳らしいです。80メートル、なんていう、直径、こっちから、ダイヤミター、ダイヤミター直径で、高さ10メートル。なんか名古屋にもこれ以外古墳がまだ残ってるよ。それもたかが知らない。私はツアーガイドです。大須に来たら、また来週大須でビデオを撮るときに、もう一個の古墳を見せてあげる。駐車禁止だよ。駐車してない。最近ね、オズモアクションを買ったんですけど、レナがまだ操作に慣れてなくて、でね、動画を撮ったと思ってて、歩きながら5分とか喋って、その後に確認すると写真だったとかタイムラプスだったとか、いろいろやってます。やってます。ちなみに買ったのはね、オズモアクションっていう、この前面にもスクリーンがあって、自撮りをしやすいやつにしました。 GoPro と迷ったんだけど、なのでこれからね、レナがいろいろ出かけて撮ったりする時も、一応手ブレとかはね、なくなると思います。ただ音はちょっと悪いかもしれないから、一応ね、マイクつけたんだけど、このマイクさんね、風は切ってくれるけど声をね、ちょっと拾ってくれなかったりするんで、改善しながら楽しい動画をね、アップしていこうと頑張ってます。頑張ってます。はい、意外と鶴間公園で、意外とちっちゃかったね。ビールのところそんなになかったかな。確かに出店がないからね。あとビールがない。この動画がつまらないと言いたいの？ビールがないからね。この動画
動画がつまらなくなるということを。コンビニに行ってビールを買いに行けばいいかもしれないね。花見と言ったらお酒だからね。全然違う話をするけど。いつもね、こうやって噛み合ってないんですよ、2人とも。お互い 10% の理解の中で会話してます。やばいや。そんなスパイカップルの日常でした。以上です。というわけで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。